こんにちは、春木堂の大旦那です。今回の動画は、垂れ耳うさぎのきなこちゃんを描きました。前回までの毛並みを鉛筆でかなり描き込むという方法ではなく、水彩画のスケッチ風の画面に仕上げています。形はしっかりとりますが、鉛筆での描き込みはあまりしません。絵の具と筆でさっさっと描き込む程度のものにしています。それがまた軽やかさと愛らしさを生み出す雰囲気があるんですね。ではそのあたりをじっくりとご覧ください。